夜明け前の港で次々と水揚げされるマグロ。尾鷲漁港には小笠原海域での操業を終えたマグロはえなわ船が入港し、新鮮なビンチョウマグロなど300本およそ5トンが水揚げされました。朝7時、特徴のある掛け声とともに今年最後の競りが始まると、詰めかけた仲買人らが品定めをしながらお目当てのマグロを次々と競り落としていきました。マグロは年末年始の食材として地元のスーパーのほか愛知関西方面に出荷されます。